ローラン・ロベール・ブランは、フランス共和国ラング・ドクル・シオン地域県がある県、アレス出身の元サッカー選手。現在は、サッカー指導者。2010年7月から2012年6月まで、フランス代表監督を務め、2012年から2016年にかけてはパリ・サンジェルマンの監督を務めた。選手時代のポジションは、ボランチ、ディフェンダーで、初期はボランチニーチでプレーしていたが、 1990年代半ばより、主にリベロ、センターバックとしてプレーしていた、ロロの愛称を持つ。また、プレジデントとも称される。マンチェスターユナイテッド時代は、ローラン・ブランを英語風に変換した、ラリー・ホワイトという愛称も付けられた。192センチメートル、88キログラムの大柄な体で、対人プレーに強いのは言うまでもないが、鋭い読みで、 パスカットやカバーリングも超一流の実力を持ち、青い壁と称された。臨床性には、かけるがボールテクニックに優れ、最終ラインから鋭いパスでチャンスを作った。ボランチや DF としては得点力も高かった。1983年にモンペリエでキャリアをスタートさせた。1989年2月7日に、フランス代表初キャップを刻んだ。 1991年にセリエ A ナポリへ移籍したが活躍できず、1年でフランスに戻り、クラブを転々とした。守備の中心選手として活躍し、フランス代表ではティリエ・デシャンやジネディーヌ時代らと共に世界屈指のチームへと押し上げた。1998年、地元開催のフランス W 杯ではデシャンと共にチームの精神的支柱となった。 さらに決勝トーナメント初戦ではゴールデンゴールを挙げるなどの活躍で優勝に貢献した。2000年の UEFA ユーロ2000でも守備のようとして優勝に貢献。同年9月2日に行われたイングランド代表との国際親善試合を最後に代表引退から引退した。この大会を含めユーロには3度出場、そのすべてでベストイレブンに選出された。フランス代表としては 1987年から2000年の間に通算95試合に出場して16得点を決めた。クラブチームではインテル、マンチェスターユナイテッドに所属し、2003年5月に選手生活に終止符を打った。UEFA ユーロ2004後にはフランスサッカー連盟のクロードシモーネ会長にフランス代表監督に推薦され、世論も彼を支持していたが、当時のブランは、 コーチングライセンスすら持っておらず、レイモンド・メネクが代表監督に就任した。2007年6月、リーグアンに所属する FC ジロンダン・ボルドーの監督に就任した。1年目より優れた手腕を発揮し、フェルナンド・カベナギンの才能を開花させ、攻撃的なチーム作りでチームを2位に導いた。2008から2009シーズンは、ヨアングル・キュフの加入で、チーム力をさらに上げ、 リーグカップとリーグアンの2冠達成を果たし、オリンピックリオンの連覇を7で止めた。2009から10シーズンも出だしから好調で、2009年末の時点で2位に勝ち点九差をつけ、29節終了時まで首位をキープしていたが、2010フィーファワールドカップ後のフランス代表監督に就任する噂が立ったことなどからチームの成績が悪化し、最終的には、 欧州カップ戦出場圏外の6位でシーズンを終えた。2010年5月16日、2010FIFA ワールドカップ後に、フランス代表監督に就任するために FC、ジロンダン・ボルドーの監督を辞任することを発表した。同年7月、正式に代表監督に就任した。UEFA ユーロ2012準々決勝敗退後、責任を取って辞任した。 2013年6月25日、レアルマドリード監督就任のため退任したカルロアンチェロッティの公認としてパリ・サンジェルマンの監督就任が決定。契約は2年間。2014から15シーズン、2015から16シーズンと2年連続国内3冠を達成。2013から14シーズンから3連覇と国内では 無敵を誇るも UEFA チャンピオンズリーグではベスト8、止まりであった。2015から16シーズン終了後、辞任が決定。中1フランスサッカー連盟は2000年8月16日に行われた FIFA 選抜戦を国際 A マッチとして認めている。ありがとうございます。